相変わらず見事なグデアラっぷりね。お褒めに預かり恐悦至極。母さんには相変わらずきっちりしてて息苦しそうだな。褒めてるのよね、それ。どうもありがとう。それで最近吹雪連隊長との仲はどう？なんであいつが出てくるんだ？行方不明になった吹雪連隊長を助けに行ったでしょ。超能力をフル稼働して探し回ったくせに忘れたの？そんなこともあったかな。こう日々いろいろあってはさまつなことなど覚えていられなくてね。ま、生きているとは思うよ。それは何よりね。いつも通り、結局嵐は嵐か。カサネ、姉さんの様子はどうだ？何かおかしなことはないか？いいえ、何かあったんですか？今朝突然、おはようとメッセージが入っていたんだよ。こんなことは物心ついてから初めてなんだ。もしかしたら何かの暗号か、そちらで問題でも起こったのかと思ってね。異常はありませんし、嵐はいつも通りに見えます。今もソファーでくつろいでいますから。サボってるんだね。でもよかった、安心したよ。すまないが、何か変わったことがあったら連絡を頼む。吹雪連隊長も心配性ね。でも一応確認しておこうかしら。嵐、ちょっといい？外へ出て町の方まで食事に行かない？外？外なんて、まあたまにはいいか。でどこへ行く？本当に変だわ。吹雪がそんなことを？失礼なやつだな。カサネも石膏をよろしく使われたことに怒りたまえ。大げさね。文句があるならまたメッセージを送ったら？それにしてもどういう心境の変化？弟への連絡もそうだし、食事の誘いにも乗ってくるし。言っただろ、無駄は嫌いだが悪じゃないって。もう少し生き方を微調整してもいい気がしたのさ。私自身のバージョンアップみたいなものかな。カサネの髪飾りもナオミの料理の話も、それにあいつの手紙も、私が今まで無駄だと切り捨ててきたものの中に悪くないものが混じってたんじゃないかと思ったんだよ。嵐バージョン1は欠陥が多かった。バージョン2は長く稼働してたが改善点が見えた。つまり今は嵐バージョン 2.1 の稼働テスト中、オープンベータ期間というわけさ。何よそれ、分かりにくいわね。でも嵐バージョン 2.1 も悪くないわ。そうか、フィードバックは受け取った。今後の参考にさせてもらうよ。さあ食事も終えたし気力は十分だ。それじゃあ私は寝る。そこで仕事をするって言わないあたりがバージョン2ベースって感じね。そう簡単にあれこれ変えるとエラーが出るからね。バージョンアップは少しずつだよ。あの手紙はもしかして、やっぱりあの時捨てたはずなのに。初めての思い出の品ね。嵐バージョン 2.1、 結構な大型アップデートじゃない？